はい、今回はね月末ということで現在ドコモで継続課金しているコンテンツ こちらの確認方法を紹介していこうと思います。継続課金のコンテンツってね、どんなものかっていうと、まあ、普通にね、契約していると、毎月お金が引き落としされてしまうコンテンツってものになります。今ね、画面に映っているのは、Galaxy S9 という端末になるんですけれど、ルルカもこの端末を購入する際に、二つのね、選択肢がありました。この端末を購入するために、頭金っていう名のね、手数料を払うのか、もしくは、継続課金のコンテンツ、3つに3ヶ月間加入するか、どっちかを選択する必要がありました。端末を購入 するためにねなぜか手数料だったりコンテンツに入らなきゃいけないってね意味のわからない選択ではあるんですけれどでも入れてもね魅力的だったのでこのギャラクシー s 9購入したわけなんですけどル,ルカに関しては玉金を払うのが嫌だったんで継続課金のコンテンツ3つに3ヶ月間ね契約するっていうのを選択しました今月でねその3ヶ月間が終了するので解約できる状況になっているんですけれどルカ同様端末を購入する際に継続課金のコンテンツに入った方っていうのは結構いると思いますそんな人の中でその継続課金にね入ったこと 忘れてるって方もかなり多くいるんじゃないかなっていうことで自分がどんな継続課金のコンテンツに入っているのか確認する方法を紹介していこうと思います確認方法なんですけれどまずマイドコモにログインしますそうするとトップが表示されますので料金に行ってもらいますそうするとね料金が表示されるんでさらにね下の方にスクロールしてもらいますそうすると決済サービスのご利用明細というのが表示されますのでこちらを押してください ここに電話料金の合算払いの金額というのが表示されます。ルルカに関しては11月1650円 SP モード決済だったりとかドコモ払いで使っているっていう表示になります。このね1650円の詳細に関してはお支払い明細で確認することができます。11月に関して3個のね継続課金のコンテンツ代金を払っているっていうのがわかります。このねオレンジ色の継続課金っていうものがある限り、毎月ね 一定の金額を支払う形になります。これに関しては自動で解約するというのがないので、自分でね、しっかり解約する必要があります。もちろん自分が使いたい継続課金のコンテンツとかが表示されていれば問題ないんですけれど、自分が使いたいだと思っていなかったりとか、契約した記憶がないコンテンツっていうのが表示されていた場合には、必ずね、解約のをしてください。下手するとね、契約の際に10個とか20個ね、コンテンツに加入してくださいっていう場合もあったりしますので、そういう場合、 それこそね、1ヶ月間ね、余分に継続しただけでも、満タ位とかでね、かかってしまう可能性もありますので、必ずね、自分がどんなね、継続課金のコンテンツに入っているのか、確認して、いらないものに関しては、火薬のをしてみてください。今回はね、自分がどんな継続課金のコンテンツに入っているのか、確認方法を紹介したんですけれど、次の動画では、ルルカが実際に契約しているコンテンツ、こちらの火薬方法のをね、紹介しようと思っています。 今後もいろいろな動画毎日更新に上げていきますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました。